はいどうも、なおちんです。本日も妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。今日はピラミッドの中ですね。3人仲間を取り戻しました。あと4人ですね。サクッといきましょう。誰だ。はい、おお、ラント先輩。俺は負けん。奴らの思い通りになどさせるか。すごいね、抗ってるね。会長、こんなところにいたのかよ。千葉陣平か。どうしたんだよ、なんか変だぞ。よく聞け。どうやら私の体は奴らの洗脳にかかりつつあるようだ。いや、耐えてるのがすごいよ。洗脳。抵抗してきたが、徐々に意識が遠のいてきている。間もなく私はお前の敵となるだろう。ならばその前に私を倒せ、ジバ。いや、でも、おい、やってやろうよ。やれ、ジバ。目を覚まさせてやろう。家族を奪ったエイリアンの駒になるなど、死んだ方がはるかにマシだ。頼む。会長。ああ、分かったよ。俺が助けてやる。必ず会長をまともにしてやるからな。おお。まあ変身なしでサクッと倒しちゃいましょう。行くぜ。多分ダークブーメランとかでもそんなダメージはないないない。これぐらいだったらレベル差ありすぎだわ。おお、あ、なるほどね。はい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 、行くぞ。もうボコボコだ。もうボコボコしてやった。洗脳が弱まったのか。どうだ会長。どこまでも予想を裏切ってくれる。戻った。おお、会長やっぱすごいな。見ているか、エイリアンども。俺は必ず貴様らを滅ぼす。徹底的に追い詰め、一匹残らず根絶やしにしてやると誓ったのだ。家族を奪われたあの日からな。会長、思い知らせてやる。この怒りの炎は洗脳などで消せはしない。世話をかけたな。私はもう大丈夫だ。どうした。なあ会長、余計なお世話かもしんないけどさ、会長が背負ってるやつみんなでやんないか。私が背負っているやつだと。復讐ということか。お前たちには関係のないことだ。私は幼い頃からずっと。だから会長が復讐したいんならみんなでやろうぜ。何？どっちみち会長一人じゃ勝てないぜ。なんだと。確かにそれはそうかもしれんが、だが私はみんなで束になってあいつらぶっ倒せばいいんだよ。そうだな。ならば正式に要請しよう。奴らに復讐を誓った私に力を貸してくれるか。会長、何を堅いこと言ってんの。やるに決まってんじゃん。俺たちは仲間だろな。ジバ、ジバ、もはや何の迷いもなくタメ口というわけだ。さあ先を急ごうぜ会長。さあここは誰だ。開けます。
吹雪さんが。マゼラ様万歳。マゼラ様万歳。あ、いたよ、吹雪さんだ。大丈夫、吹雪さん。誰？さてはあなたたち侵入者ね。やっぱり戦うことになるんだな。ここで終わらせる。いや秒では終わらんぞ。くそー、やっぱ吹雪も洗脳されてんのか。洗脳？何を言ってるの。私はマゼラ様の忠実なるしもべ。マゼラ様の邪魔をする者は誰であろうと消すだけよ。愛しのマゼラ様のために。いやいや、吹雪さんが愛してやまないのはメカでしょう。そうだそうだ、メカへの変態化と自然で同行した愛情それが吹雪さんじゃないか。マタロウくん言い過ぎ。それはもう昔の話、今はマゼラ様にぞっこんだのよ。さあマゼラ様のために宇宙の塵と消えてちょうだい。戦うしかないみたいだね。やろう。もうボコボコにしてやりますよ。こっちこそ秒で終わらせる。まあ、変身したら本当にね数秒よ。ああ、よし。デイ。あ、なるほど、異常状態してくるわけね。でも大丈夫、秒で終わらせてやる。デイ。オッケー。では吹雪さんおしまい。そうなの。魅惑的な言葉は心がかき乱される。あ、消えてる。なるほど、吹雪さんのメカ愛に訴えかけるんだね。なら今度は僕がジェットブーツ。戻った。戻ってきた。そうよ、全部全部思い出した。私やっぱりメカが好き。よっしゃ、やっと元に戻った。なんかすっごい長かったね。みんなありがとう、すっかり助けられちゃったね。へえ、いいってことよ。それにしても私からメカ愛を奪うなんて絶対に許せない。さあみんな、さっさとあいつらしばきに行くわよ。おお、次はここか。あたり誰だ。メラか。マゼラ様万歳。マゼラ様万歳。メラ、やっぱお前もおかしくなってんのか。ああ、なんだてめえら、どこから迷い込んできやがった。ここは宇宙の覇王マゼラ様の縄張りだ。お前らみたいななよなよしたやつが気安く入ってくんじゃねえ。まったく、あっさり洗脳されるなんてゴリラの脳には抵抗力がないのかな。
いやいや、全員軽くやられてたよ。キュービ先輩も人のこと言えないけど。んで喧嘩売りに来たのかてめえら。いけすかねえ面しやがって。僕の美しさが理解できないとは。ゴリラには美的センスもないんだね。かわいそうに。ざけやがって。てめえら全員ぶっ潰す。よし、メラも秒で終わらせる。これで堂々と君をぶちのめせるってもんさ。おい、ややこしくしてどうすんだよ。どこまでもバカにしやがって。崩壊するぜ。よし、行きましょう。でメラ倒して、次千秋で終わりね。オッケー。おっと、最初の一発目避けやがったけども大丈夫。あ、さすがの攻撃力だね。うん、さすがの攻撃力。うん、やけども負ってるし。やるやる。デイ、もうさすが強かった強かった。でもいけたね。立つんだヘラ。君はそんなヤマな男じゃないだろう。おメラ、なんだ俺はここで何を。それに目の前のこいつらは。くそ、頭の中で誰かが喋りやがる。おやおや、いつもの威勢はどうしたんだい。君はバカだけど、人に受けた恩義を忘れるような男じゃなかった。ここにいる仁平君や仲間のみんなに牙を剥いて何も感じないのかい。君の言う仁義とはその程度のものなのか。仁義なんて心地よい響きの言葉だ。俺は一体何をしていたんだ。頭の中の声はその仁義を踏みにじり汚そうとしている。そんなことは、そんなことは絶対にさせねえぞ。そうだメラ、その感じだ。戻ってこい。うわ、戻ってきた。ばかりは礼を言っとくぜ。ありがとうよ。気にしないでくれたまえ。これも全て自分のためさ。君がキャラをちゃんと守ってくれないと僕が引き立たないだろ。やっぱりお前は顔だけじゃなく性格もいけすかねえやつだぜ。今日のところは褒め言葉と受け取っておくよ。本当仲がいいよな、メラとキュービ先輩。よくない。では最後はここか。当たり、行きましょう。マゼラ様万歳。マゼラ様万歳。あ、千秋先輩、探したんだぜ。で、またもやおかしくなってるみたいだな。誰？誰って、やばいくらいに素敵なパーソン、こと、ジマ・ジンペイだ。自己紹介しろって言ったんじゃねえし。あとそれ、絶対嘘っしょ。何が嘘ってんだ。ここは、マゼラ様がくれた聖域、選ばれた僕らの城なんだ。
あんたらもしかしてあれ侵入者だったら見過ごすわけにはいかないな。もう完全に侵入やられてるな。やはり我々と同様エイリアンどもの洗脳を受けているようだ。ならこれまで通り引き戻してやんなきゃだな。なんなわけお前ら。とりあえず排除してやるぜベルベル。来るぞ味方を間違えるなよ。会長もな。よし、ではラスト千秋をサクッと倒しちゃおう。一発でこいつは避けるんだよな。よっしゃ、いくよ。よっしゃ、もう余裕だ。終わりだ。はい。なんだこの気持ち悪さは。体の奥底から突き出してくるような怒り。俺は何に怒っているんだ。この怒りをどこにぶつければいい。蛇山。俺はくそー。僕はマクラ様の兵隊一緒。それ以外何もないはずなのに。何言ってんだ千秋先輩。先輩には学園マフィアもギターも俺たちだっているだろ。蛇山、はっきり言おう。今のお前の音楽には魂がない。かつてのお前は憤りの矛先を曲に向け、心から湧き出る激しさを宿していた。ある日突然大切なものを奪われ全てを失った。どれだけ後悔しても己の無力を呪っても決して帰っては来ない。その怨念のような思いが宿った。それはまさに魂の叫びだった。会長すげえぞ。僕の魂の叫び思い出すのだ。お前の中にあった炎の激しさを。何かを成し遂げたいと突き進んでいた自分を。なんでかな、こんなに大事なことを忘れていたなんて。ミハル、ケンジ、サトシ、あの昆虫にされた人たちね。あいつらは僕から大事な仲間を、かけがえのない夢を奪った。完全に思い出したっしょ、僕のヘビーでメタルの魂のビートは。ちょっとみっともないとこ見せちゃったみたいっすね。気にするな、みんな同じようになっていた。そうそう、こんなん余裕だぜ。でもおかげであいつらを倒さなきゃってもっと強く思えるようになったっしょ。ならきっちりあいつらに100倍返ししないとな。当然だ。僕らに喧嘩言ったこと、とことん後悔させてやるっしょ。これで全員揃ったな。 YSP クラブ復活。今回のことでなんか仲間のみんなの絆が深まったような気もするし。そういう意味では良かったのかもしれねえな。それにしても兄貴にはまた世話になっちまったぜ。最初は兄貴が正気に戻ったんだよな。やっぱ兄貴はすげえよな。あ、いや、あの3匹の猫妖怪がすごいんですよ。いやいや、それほどでもアルマジロ。でもみんな無事で本当によかった。にしてもあの犬野郎、今度会ったらただじゃおかねえ。確かドーベルとか言ってたね。ここまでコケにされて黙ってるわけにはいかないな。あんな卑怯な奴らに負けるわけにはいかないよね。うん、絶対倒そう。もう同じ手には引っかからないわよ。でもどうやってガードする？エイリアンウォッチでガードするしかないか。エイリアンどもの小細工は打ち破った。今度こちらの番だ。ああ、奴らのドテッパラにヘビーな一撃叩き込んでやるっしょ。必ず奴らを倒す。そして生徒会メンバーを必ず取り戻す。こっからが本番だな。
気合い入れていくぜ。どうした？気になっていたのか。洗脳された全員がマズラという名を口にしていた。つまりマズラというのが黒幕か。それって僕らが最終的に倒さねばならない相手ということだね。つまりラスボスってことだな。ならば今はその名を胸に刻みつけておくまでだ。マズラ。はい、ということで今日は仲間4人救い出しました。次は最終決戦かな、ドーベルと戦うと思います。やっていきますのでチェックをよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。